よろしくお願いします。としのみやです。それではですね、本日も、ユーロトラックシミュレーターをしながら、お話をしていきたいと思いますが、今回もね、お話しする内容は、前回と同じですけれども、また、マシュマロに回答していきたいと思います。前回ね、マシュマロをね、回答したときに、ちょうど、その、録画したタイミングで、他の人からも、マシュマロ送っていただいてて、そちらの方がね、まだ返せてなかったので、まだ返せてないマシュマロがあるから、他の人もよかったら送ってーって、ツイッターで募集したら、ちょっとね、送っていただけたので、こちら、返事していきたいかなと思います。ということでね、もう早速、マシュマロ、返事していきましょう。とりあえずもらった順番ではないんですけどね。最後に、大きなやつを返事するということで。とりあえず、お返事していきたいと思いますということで、まずはこちら。野球は見ますか？リファと同じ EA が、メジャーリーグ雑誌っていう野球ゲーム作ってるからおすすめですと。ほん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 。野球のゲームがあるんですね。そのゲームはちょっと知らない子でした。知らない子だったけど。野球はね、そうだね。最近はあんまり見てない。正直ね。結構ね、昔はね、割と見てたかなーって感じだけど。あと、なんだろうね。そう。ゲームで言えば、なんだろう。言ったら、パワープロとかその辺はやってたって感じだね。で、多分、どうだろう。野球の方が多分ね、普通に自分でプレイするなら、サッカーよりは得意だと思う、多分。得意というか、得意じゃないんだけど、どっちも。基本的に、どっちも、というか、体動かすのが得意な人ではないんだけど、僕は。野球はね、本当に、学校とかで、文化祭とかでさ、野球部がスピードガンとか、やったりするじゃん。それで、この前、変だな。ね、前に測った時は、一応ね、スピードガンで、なんぼだっけ？ 110？ 10は言ってないか。100キロは出せた。記憶がありますね。あと、ラウンド1とかの、バッティングセンターみたいなんとかは、たまに遊んだりしてましたね。そのくらいの感じです。野球は、そうね、返事に対する返事は残念ながら最近はあまり見れてないですって感じかな。でもサッカーよりは実はできる可能性がある。あと、なんだ？そんなところにしとこう。なんかね、詳しくないから喋れないという申し訳ない。別に嫌いじゃないよ。普通に、なんかバッティングセンターで、ブンブン振ったりするし。野球は、普通に、楽しいと思います。次行きましょう。みやちゃんは可愛いな、先制攻撃。みやちゃんって素で呼んでるけど、男の子なんだよな。希望の名称などはありますか？ということで。みやちゃん、可愛いな、というね。いや、素敵な先制攻撃を受けました。ありがとう。やったで。どうだろうね。呼び名、名称に関しては、僕は結構ね、自分でもみやちゃんって呼んじゃうし、正直、みやくんよりみやちゃんの方がなんとなく、自分的にも分かりやすくはあるんだけど、別に、男の子だからみやちゃんって呼ばれるのが嫌ってことはないです、特に。だからといって別にみやくんが嫌とかいうこともないし、希望の名称。
用の名称は特にないけど、なんだろう、その人その人で呼びたい呼び方があれば、呼んでくれても全然大丈夫だよ。なんだろう。今ね、ミヤちゃん以外で言われてるので言うと、普通に、男の子だって知ってくれてる人は、結構ミヤくんって呼んでくれる人もいたり、普段ね、プレミア公開の時にいない人とかでも、ミヤくんって呼んでくれたら、まあ、男の子だということは知ってくれてるんだなという、なんか何も知らないけど、とりあえずフォローしてるから絡んでます、みたいな雰囲気の人との、なんか差別化はできるかな、という感じ。まあ普通に、だから、動画見てくれてる人に関しては、別に、みやちゃんでもみやくんでも、まあそんなに変わんないんだけど、そういう、普段絡まない人がみやくんって呼んできたら、ああ、男の子だってことは知ってるんだな、くらいに思ったりしますかね。なので、あれだね、他に何て呼ばれてるか。みやちゃん以外だと、みやくん。あとは、みやみやとか、みやんとか、あと普通に上の名前でとしのって呼んでる人もいるかな。あとなんだろう。あれかな？ FIFA の実況の人は、トシッチって呼んでるよ。他の呼び方が FIFA に登録されてないからだけど。もうそんなくらいかな。どうだろう。結構ね、自由に呼んでくれて問題ないよーって感じだけど、なんだろうね。こんな呼び方してもいい？とか、あったら、コメントとか、Twitter のリプでも、リプでまず言うのはあれだったら、DM で、こんな呼び方してもいいですか？そっと言ってくれてもいいし、なんだろうね。多分、別に、ダメっていうことはないと思うから、普通に、全然大丈夫だよ。希望の、あ、でも、答えれてないな。希望の名称などはありますか？あ、まあでも、特にないかな。どうなんだろう。なんか、別に、みんなと同じミヤちゃんだから、愛を感じないとか、そんなことはないしね。その人が僕のことを見てくれてるっていうのは、呼び方だけじゃないからね。普通に、こうして、マシュマロとかで送ってくれるっていうのは、ありがとうって感じかな。では、次に行こうか。なんかあんまりやっぱいつも通りね、みゆちゃん基本的にいつもちゃんと返事できてるかよくわかんないよね。次。いつも遊んでくれてありがとう。これね、多分ね、僕誰かなんとなくわかるんだけど、多分この子だろうなっていうものはわかるけど、これ間違ってたら恥ずかしいから言わないけど、多分、あの人だな。あの人というか、だね。まあ、本当に、ありがとうね。マシュマロ、送る内容が思いつかないって言ってたけど、普通に、こうやって送ってくれて、こうやって動画ね、撮れるから、マシュマロ送ってくれたから、ありがとう。こっちこそね、いつも遊んでくれてありがとうだしね。むしろ、なんだろう。まあ、その子もいつも遊んでくれてありがとうだし、今、一緒に遊んだことない人とかも逆にね、これ見て、ああ、配信外で遊んだりしてたりもするんだなーって思って、僕も遊びたいなーとか思ってくれる人は、ぜひね、DM とかリップとか、もう全部それしか言ってない。DM とかリップとか送ってねーしか言ってないなー。なんだこれ。でもまあ、言ってくれたら、全然遊ぶよ。普通に、ロケでしようでも、PUBG しようでも、なんか、一緒に遊べるゲームありますか？でも、僕のスチームの、フレンド送ってもらってゲームとか見てもらってもいいし、僕から、いやなんだろう。こっちのね、スチーム送ってくれて、一緒に遊べるゲームとかあります？とか言ってくれたら、普通に見るし、何？何？なんか、え？なんか前で車が事故ってた。そんな感じかな。よし。次。ロケットリーグにハマったきっかけは？ということで。ロケットリ
え、なんでハマったんだろう、僕。みやちゃん、記憶力弱弱だから、あんま覚えてないな。多分ね、最初ってさ、僕、ロケでやり始めた時は、動画撮ってる時だけ、適当になんか、カジュアルやって、全然なんか、パート、5、6とかぐらいまで多分ね、全然弱弱の弱だったと思うんだけど、なんだろう。DLC でドミナスとか買ってもらって、うれしい、頑張るってドミナス使ってたりして、あとね、この後ロケパスのやつも、鍵も10個ね、買ってもらって、本当に。あ、ロケパス買ってもらったらさすがにちょっとこれ、全力で活かしていきたいな、みたいな。頑張ろうかなって思って、カジュアルとか、ランクとかやってたら、なんか気づいたら、結構やってたね。で、やっぱりね、周りにロケリ界隈の人が多いから、普通に、なんかね、誘われてやることもあるし。まあ、そんな感じかな。なんか、気づいたらやってましたって感じかな。さあ、次、行きまーす。まあ、ロケリ関係でもう一本。ロケリ界、お疲れ様です。今回は残念な結果でしたが、負けは勝ちフラグなので、悔しさをバネに、成長していきましょう。とりあえず今は存分にお姉ちゃんにお仕置きされてきてください。はい。これはね、もうね、リプでね、お話しした内容が入ってるので、まあ、これもまあ、あの人でしょう。これもまあ、というか、これはまあ、あの人でしょう。いやー、ちょっとただ、まあ、ロケリ杯っていうのはロケットファイトっていうね、この前やってた大会だと思うんですけど、予選で7戦やって7敗したチームがある？ちょっと記憶にござらんですな。ちょっと記憶にございませんね。次に行きましょう。みゆちゃんが可愛らしくて、にゃららを抑えきれぬ。笑顔が素敵。スポーツ新聞とか雑誌って読んでたりしますか？ということなんですけど、これさ、マシュマロで僕実は、このマシュマロマークで付箋になってるの初めて見ました。こんな風になるんだね。なんて書いてたんだろう。なんて書いてたのか気になるので、このマシュマロを送った人は、良ければね、なんて送ったかを DM で送ってください。DM で送ったら匿名のマシュマロの意味がねえじゃねえかっていう感じでしたら、マシュマロの方でなんかひらがなとかカタカナに直すとかして、あれですね。マシュマロマークに変換されちゃわないように答えを送ってください。いやー、ということで、何言ったら抑えきれぬ風っていうことなんですけど、スポーツ新聞とか雑誌って読んでたりしますか？そう。あんまり読まないです。スポーツ新聞、雑誌、普通の新聞はね、まあ多少読むんだけど、あんまりスポーツ新聞とか雑誌は読んでない。まあ、手元にあったら結構普通に読むし、なんだろう、表紙とかで気になったら、ちょっと手をつってね。読んでみちゃったりするって読みたくないみたいな。変だね。読むときとかもあるけどね、普通に。やっぱりね、記事の内容とかは、やっぱ読んでみると、おおってなることもあるんですけど、まあ、基本的に多分スポーツ新聞とか雑誌とかっていうのは、多分サッカーの情報をどう仕入れてるかみたいな感じだと思うんだけど、今の情報をネットのニュースで見ちゃうからなーっていう、あれです。なんだろう、ネットのニュースとか、YouTube でそういうサッカー情報を、解説してくれてる YouTuber と、YouTuber って言っていいのかな？チャンネルとか、で結構見ちゃったりしますね。まあそんな感じです。ということで、次がね、最後のマシュマロマン、なんですけど、最後なんだけど、これが実は、もらったマシュマロの中では、
結構最初の方に送ってもらったやつで、まあ、今回のマシュマロの返事を早くしたいなってなったのは、このマシュマロが来たからっていうところもあって、まあ、早速内容を表示しておきましょう。8月の誕生日に合わせて欲しいものリストから、予算はそこまでないけど、プレゼントしたいのですが、ちょっと待って、ごめん。なんでもなかった。プレゼントしたいのですが、希望の日時や、ちょっと待って、今信号無視しそうになったよね、僕。よいしょ。希望の日時や、品物ってありますか？ DM で確認した方がいいですかね？ということで。ありがとうございます。いや、そうなんですよね。で、そう、前回のマシュマロあるじゃないですか。前回のマシュマロの返事した時に、最後の誕生日いつっていうやつに対して、欲しいものリスト待ってるねとか言ってたんだけど、言ってた時はこのマシュマロが来てることに気づいてなくて、僕。なんか、録画を終えて、あの動画を出すまでの間にこれが来ちゃってというか、このマシュマロをいただいて、おー、なんか通じ合ってしまった。ごめん、みたいな、なんか、感じだったんだけど。いや、なんだ？いや、なんか、いや、ありがとう。ありがとうございます。ということで、前回もお答えした通り、僕、8月10日が誕生日なんですけど、それに対して、欲しいものリストからプレゼントをいただけるようです。ありがとうございます。なんだろう、難しいよね。マシュマロじゃない、マシュマロじゃない、欲しいものリスト。いや、これね、テンパっております、見えちゃん。なんか、ほら、欲しいものリストよろしくねって、なんか、冗談めかして言うのはね、簡単なんだけど、こう本当に、送るよって言ってもらった時に、じゃあこれが欲しいっていうのをちょっとなんかいいのかなみたいな、なんか、そう、わーってなってます。とりあえずね、一応ちゃんと返事していきましょう。なんだろう、欲しいものリストに入ってる、ものに関しては、基本的に僕の欲しいものリストに入ってるのは、なんか、いつか欲しいような気はしてるけど、買うの迷ってるとか、あとドリンク系は、まあ、いつもらってもね、安定して、まあ、需要があるから嬉しいっていう感じで入れてるんだけど、なんだろうね、そういう、今これが欲しい、すぐ欲しいっていうものって、やっぱり自分で買っちゃったりするから、どれがいいですかっていう質問にはなかなか答えるのが難しくて。でも逆に言えば欲しいものリストに入ってるやつは欲しいなって思いながら買えずにいるものとか迷ってるものだから普通にどれが来ても嬉しいというのはあります。難しいな。いた、あ、ごめん。めっちゃぶつけちゃった。よし。そうね。とりあえず、でもね、こんなこと言いつつも、まあ、このマシュマロが来て、ちょっとテンション上がっちゃって、欲しいものリストは更新しちゃいました、ちょっとね。で、なんか普通に、ちょっと高額なやつとか入れちゃった。調子乗って。なんだろう、そう。だから、マシュ、んー、そう。欲しいものリストにあるものは全部もらって嬉しいものなので、全然、どれが一番いいかなとか、まあ、気にせずに、まあ、一応欲しいものリストの方の機能で、優先度、最高とか、高とか、低とかはつけてるので、まあ、それは基準にしてもらったらいいかなと思うけど、普通に何もらっても全然、嬉しいです。その無理しない程度に、なんだろう、今回ね、その更新した時に、調子乗って高いのも入れちゃったとか言ってるくらいなので、本当にね、高いのは、なんか10万円くらいする、電子ドラムとか調子乗って入れちゃったりしたし、今普通に、VT4 とか、このバーチャル、関係の活動で、
あったら便利だなっていうやつ入れたり、あとは、モニターがちょっと僕割れたままで数年使ってるので、新しくいいモニターを入れてみたりしたけど、普通に、なんだろうね。無理はしないでほしいと思います。まあ、高いしね、普通に。自分が買うのを躊躇するくらいには普通に高いものを置いてるので、無理はしないでください。普通にドリンクとかも全然嬉しいというか。なんだろうね、ドリンクとかでも嬉しいよみたいな言い方をしちゃうと、ドリンクをくれてる人はなんか妥協してるみたいな雰囲気で聞こえちゃうかもしれないから、なんかちょっと嫌なんだけど、違くて、なんだろうね。普通に嬉しいです。ドリンクも。という高額なやつも。あんまりだから、何を送ったら特にいいとか、いいというか、何を送ったら残念みたいなのは普通にないので、普通にこうやって言ってくれるだけでもありがとうございます。嬉しいです。で、そうですね。DM で確認した方がいいですか？みたいな。そういうことなんですけど。なんだろう。普通に。あ、終わっちゃった。フリー走行しながらおしゃべりしよう。どこまで言ったっけ？ちょっと この質問ね、割とね、僕ね、テンパってるから、この質問、なんか、いやー、どうしよう、どう答えようかなって結構考えた割にまだ未だにテンパってるから、普通に。いや、こういうことを言ってもらえるとちょっと僕も思ってなかったからなぁ。本当にただありがとうございますって感じで。そう、DM だね。DM で確認した方がいいですか？そうだね。送るときに DM 送ってくれても、普通に嬉しいです。送ってくれてもというか、送ってくれると嬉しいですね。やっぱりサプライズで、届くっていうので喜ぶタイプよりは、これを送るから待っててねーって言われたら、ああ、届くんだ、いやー、ワクワクって、そういう時間も結構好きなので、別に、リストにあるものとかを送るときも、これ送るねって言ってくれたら、嬉しいかな。あと、普通に、なんだろうね。リストにあるものって、は、その自分の中で迷ってて入れたものとかが多いから、なんだろう。普通に、何もかん、いやなんだろうね。普段から、これいい商品かな、どうだろうとか、これ欲しいかなとか、あんまり触手を伸ばせてないので、こういうのを送りたいんだけど、とか、これとか送ってもいい？みたいなのがあっても、それも、リストになくてもね、DM で確認してもらったら、それめっちゃいい欲しいってなるかもしんないし、ごめん、それは使わないかも、みたいなものもあるかもしんないから、リストにないものでも、普通に一回 DM 送ってくれたら、リストにあるものよりもしかしたらなんか僕を喜ばせれるパターンがあるかもしれないかな。どうなんだろう。まあ、そんな感じで言ってみよう。あとはなんだろう。別に、こんなの送りたいんだけど、バーンって、チチチチチなやつが来たりするかもしれないけど、したら、それもそれで、それだったら使うとか、それはちょっと使わないかなとか 言えるかもしんないし、わかんない、言わないかな、言うか、まあ言えるんじゃないかな。もうなんか適当だな、返事がもうわかってない。もうむちゃくちゃに喋ってるかもしんない。なんだろうね。だから、送りたい人が送りたいって思ったものを、一度バンって出してくれたら、僕はそれに対しての返事は、全然しますというか。そんな感じかな。結局、なんて返事したっけ、僕、この答えに。
欲しいものリストに入っておるものは、基本的にどれもらっても嬉しいよっていうのと、欲しいものリストに入ってるものでも、もし入ってないもので送りたいってものがあっても、DM で一回送ってくれたら、僕はさらに喜びますかねーっていう感じでした。いや、なんか普通にね、こんな風に、誕生日だから、何か欲しいものある？みたいな。あんまり言われたことないというか、言われると思ってなくて。いや、普通に嬉しいね。ありがとう。そんな感じです。ちょっと荷物も運び終わって、こう、くるくる運転するだけだったので、今回の動画はこの辺で終わりにしようかな。ということで、また、今いつも通りだけどね、僕はやっぱいつも通りちょっとコミッショなお返事しかできなかったけど、ちゃんと、マシュマロ送ってくれた人の期待通りの答えができたかとか、期待通りの答えって言うと変だけど、求めてる回答を、なんだろう、聞きたいことがちゃんと答えられたか？わかんないけど、もしね、もっとそうじゃなくて、こういうことを教えてくれとか、全然関係ないマシュマロとかでもね、いつでもまたお待ちしてますので、送ってくれたら嬉しいです。あと、マシュマロマークで隠れてたところは、なんて書いてたか教えてください。よし。という感じかな。では、今回の動画はここまでにしようと思います。お疲れ様でした。またねー、バイバーイ。よし、ではねー、バイバーイ。